はい、トールチャンネルです。まだ渋滞動画4弾、第4弾ですね。関東遠征の最終日ですね。今三重県の四日市走ってます。23号線ですね、国道の、名四名四国道なんですけど、もうもろにね、今朝の8時過ぎで渋滞、通勤ラッシュに巻き込まれちゃってる感じですかね。で、前回の終わりにちょっとだけね、お話ししたんですけど、今でこそ今遠征の帰りなんですけど、下道、オール下道っていうスタイルに落ち着いたんですけど、元からっていうとまあこういうスタイルじゃなかったんですよね。私もその他の人と一緒っていうか、まあ多分それが普通なんでしょうけど、普通に高速で行って高速で帰ってみたいなことしてたんですけど、まあその時の話でもしようかなと思うんですけど、もともとあれなんですよね、車のイベントとかに参加し始めたのがこの車、アルトの多分 RS に乗ってるんですけどに乗り換えてからなんですよね。それまでの車歴でいうと、一番初めはまあ親戚の人からもらったムーブで、それをまあある意味中古ですよね、で乗ってて、でその妹が免許取って一緒に乗るようになって、ちょうどその頃就職して、まあ新車を買おうということで、前に乗ってたそのトヨタのカルディナですね、をカルディナの最終モデルですよね、 24K って言われるあのモデルを買って、その時はまあ実家にいたこともあってね、もう親がうるさかったんですよね、用もないのに車乗ってフラフラするなって。なんでドライブは最低限だったんですけど、その時があって言ったら、ね、その時結構ね、テニスやってて、テニスの結構そのネットで調べていいなっていうもう先生がいて、その人に習いに1回だけね、滋賀のあれどっちでしたっけ、琵琶湖の東側の近江今津まで行ったことがあるんですよね。その時まで本当もう高速とかもね、ほぼほぼ乗ったことがなくて、まあ長距離移動の初体験みたいな感じで行ってきたんだけど、その時はもう普通に高速使って名神使って行ったんですけど、まあその前の車カルディナで遠乗りしたっていうのはまあほぼほぼそれぐらいですかね、でその状態で結局ね7万5000キロぐらいでね乗り換えて、まあちょうどその頃結婚して、まあ子供がみたいな話になってて、今の嫁さんが乗ってるソリオに乗り換えて、まあ嫁さんはその頃別でワゴン R 乗ってたんで、でまあ交換みたいな感じで一時期ソリオ乗って交換して、そのワゴン R の代わりにこのアルトのターボ RS を買ったっていう感じなんですけど、まあ初め買った時はね、結婚してちょっとしたぐらいやったんで、まだねハイツに住んでたんで、ね、今の一戸建ての持ち家には住んでなかったんであれなんですけど、やっぱりそういうとこだとねいじりづらいっていうのもあって、そもそも車のいじり自体にね何から手をつけていいのみたいな感じやったんですけど、もともとその民からは知っててね、そのカルディナ乗ってる時からアカウントは登録してたんですけど、ほぼほぼいじりっていうものをしてなかったんで、で実際にこのタルトに乗り換えてからアカウントも一新して新規に取り直してみたいな感じで活動を始めたってわけですよね。でそのオーナーズクラブ
にもグループに入れてもらって、初めてその参加したのが、まあ愛知じゃない長野かなのイベントに初めてそのオフ会ってやつですよね、初めて参加して、その時は普通に高速使って行ってましたね。高速使って行って、高速使って帰ったと。でその時に分かったのが、やっぱイベントの帰りはめっちゃ疲れるなっていう。パーキングで10分仮眠のつもりが気づいたら3時間経ってたみたいな。まあ他の人もね、そういう経験あるみたいで、ちょっと仮眠のつもりが気づいたら夜が明けてたみたいなこともやっぱあるみたいで、でその後にやったのが東京の秋ヶ瀬公園で、ね、東京じゃないですよね、埼玉の秋ヶ瀬公園で一回どういう成り行きか、そこまでそこでオフ会になって、そこに行ったんですよね。その時が初めての関東遠征ですよね。その時は行きはね下道使ったんですよ。下道使って箱根で渋滞してて死にそうになって、三島周りで海沿いで入っていったんですけど、でその時は、そうですね、車中泊、初めて車中泊して、で帰りは高速使ったんですね。高速使って普通に東京から地元まで高速でビューンとか行って行ったんですけど、覚えてるんですけど、足柄ぐらいで1回休憩して、1回休憩しちゃうとなんかね、もうすごい眠たくなってきて、もうパーキングごとにもう休憩入れないとみたいな感じで、さっき仮眠取ったのにまた眠たいみたいなね、スパイラルに陥っちゃいましたね。なんで全然進まないっていう。走ってる時間だいたいパーキングとかサービスエリアって、15キロぐらいでしたっけ、にあるんでしたっけ、なんかまあなんか等間隔であるみたいで、走ってる時間と寝てる時間がほぼほぼ一緒みたいな感じで、でその高速のそのなんかあった時に、15キロ進まんと休憩できんっていうのがやっぱり辛くて、その下道になったわけですよね。下道だとまあコンビニあるじゃないですか、とんでもないど田舎でも行かない限りだいたいあるんで、トイレとかもねあれですし、何よりもう一個のメリットとして、その高速ガソリン高いでしょあれがね嫌だったんですね。そんな感じで、うん、ただその高速使ってると最終切り札的な手段がないじゃないですか。下道あったら最終なんかあったら高速に逃げれるっていう手段があるんで、まあ、心の面でも有利やなっていうことを思ってるんですけどね。あとはそのパーキングで結構食事高いじゃないですかね。そこもありますよね。好きなお店に入るっていうのは下道ならではじゃないですかね。と一番大きいのが、まあ高速料金かからないっていうところですね。なんでね、変則的なんですけど、やっぱり一番効率いいのは、例えば関東行くのであれば、まあ私とかなら関東っていうか、まあ東京を下道込むんで、関東圏内だけその上使っちゃって、高速使っちゃって、もう御殿場あたりで降りて、まあ下道っていうのがわりかしその効率いいんじゃないかなと思いますよね。その大都市圏だけその高速に乗るっていう、
そんな感じですね、遍歴としては。まあ、うん、今もね、本当はね、オールスター道の予定ではないんですけど、乗れるなら、その、高速もね、折り混ぜつつとは思ってるんですけど、今回みたいに、その、長距離、片道600、700ってなってくると、やっぱりね、絶対どっかで急入れないといけないんで、まあ、乗るとしても、その給油済ませてからかなみたいな今回思ってたんですけど、でもそうするとその今の季節から、季節からって言ったらあれなんですけど、あの休日割引ないじゃないですか、10月のいっぱいまでなんで、バカらしいなって。乗るとしたら深夜割はね行けますんで、あの深夜の0時から4時までの間に高速使ったらってやつですよね。なんで時間的に今回はまあ除外かなということで、オールスター道なんですよね。まあでもね、スタミチも楽しいですよね、その楽しみ方の見つけ方っていう。じっくり見れますしね、そのいじってる車があったら、まあ、後ろにちょこちょこってついていったりもできますし、はい、ということでちょうどいい時間になりましたので、今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。